小さな逃亡者は、1953年に、アメリカ合衆国で公開されたモノクロ映画。ウクライナ系移民の子であるレイアシュレイ、本名、レイモンド・アブラシュキンが、低予算で、無名の素人を使い、ドキュメント風の撮影法を駆使して、少年の自然な姿を映し出し、後のフランスのヌーベルバーグに、大きな影響を与えた。7歳のジョイは、 母親と兄との三人暮らし、ある日母親は祖母の看病に一晩泊まりがけで出かけ、二人は留守番させられる。空気中で遊んでいた時兄は服にケチャップをつけ、ジョイに撃たれて死んだ真似をする。本当に殺してしまったと思い込んだジョイは、母親が置いていった金を全部懐に入れて、街の中を放公する。コニーアイランドに着いたジョイは、 菓子を買い、乗り物に乗って、有金を使い果たす。ある少年に海岸に捨てられている空き瓶を拾い集めて、小金に交換することを教えてもらい、その金を使って気に入った小馬に乗り、金がなくなっては瓶を集めて、小馬に乗ることを繰り返す。翌朝、不審に思った小馬の飼い主が家に連絡を取り、兄が連れ戻しにやってくる。大雨になり、人混みのなくなった中、 ポツンと、一人いる弟が見つかる。帰ってきた母親は、テレビを見て騒いでいる、いつも通りの兄弟を見出す。ありがとうございます。